久保さん堀井さん、ライブドアの社員だったんですね。知らなかったですね。ジョブズですね。<laughs> ジョブズじゃないですか。僕ね、あのジョ,ジョブズにしましょうか。僕、あのジョブズの,あの好きなあの考え方があるんですけど、あのジョブズっていつも着る服一緒じゃないですか。ね。なんかタートルみたいな。だからその 経営とかでいつもすごい難しい判断をしているから、服の判断をしたくないと。みたいなね、なんか話があって、なぜずっと一緒なのかっていうと、服を選ぶ時間にあの思考を使いたくないみたいなね。ずっと一緒みたいな。で、僕、あの衣装があるんですよね、いっぱい。多分 T シャツ 40, 40着ぐらいあるんですよ。もっとあるかな。いろいろ買って。 でね、やっぱね、そんだけあるとね、迷うんですよね、やっぱ、何にしようかな、みたいな。<laughs> でもやっぱ1着しかなかったら、迷いようがないですよね、まあ。裸で歩くわけにいかないしね。<laughs> だから、すごく、その、なんですかねあの、的を得てるなっていう、だって1着しかないんだから、しかも、裸で歩くわけはいかない。じゃそれ切るしかないよねっていうところで、うん。だから、目の前にいっぱい選択があると、やっぱ迷っちゃうんで、何にしようかな、みたいな。 でも一つに決めれば一つになるんでだから久,保久保さんがね例えばそのマージャン店と今ネットビジネス両方やってたら今の人生ないと思うんですよだからそのね最終的にマージャン店をずっとやってたんだけどやっぱ一番良かったのは速座塾ですみたいな <laughs> 最初マージャン店やってたのにマージャン店のおっさんだったのオーナーだったのに今速座塾が一番ですみたいなね <laughs> それは一つに決めたからですよね 速塾にでしかも、まあ、いろんな思いがあったと思いますけど店畳んでねあの従業員も全部解雇してっていう、まあ、僕もねあの自由を手に入れるために、あのーまあ、いろんな思いはありましたけど手放して、まあ、自分で1人でやるって決めて、まあ、7年目ですけどもしあの時決めてなかったら今の自由はあのー、ないですねだから久保さんは速果塾ネットビジネス即果塾ネットビジネスが まあ自由にしてくれたみたいな話ありますけど、僕はあの鹿児島行きが自由を手に入れてくれたみたいな話ですね。うん、やっぱ会社で働いてると自由はやっぱないですね。今,今みたいな自由はないですね。やっぱどうしても、うん、久保さんもそうだったと思いますけど、やっぱ他人のことを気にしないといけないんで、従業員の生活ですよね。従業員の人生を気にしないといけないので、 本来だったら自分の人生をこう歩いていくっていうのは自分の人生なんだけどもやっぱ人を雇ってるとその人の人生をに責任がやっぱ出てきてしまうのでやっぱそこを気にしないっていうのは、うん、それは責任放棄みたいな話になっちゃうんでねだから難しいですよね、うん、ただそれはそれでそっちの面白みもあるんですけどね人の人生とこう関わっていくっていう で一緒に共に働いていくっていう楽しみはあるんだけども別にそれは自分でコミュニティやればね久保さんのっか塾の塾生さんとまあ一緒にこう楽しくやってると思いますし僕もお客さん楽しくやってますけどまあそれとそれはまたちょっとねなんかそうちょっと違うんですよねちょ違いますね <laughs> それはねまあ言葉でうまく表現しづらいんですけど関わってるけどちょっと違うんですよね関わり方がうん だからまあ一つに決めるっていうことは大事じゃないですかね。うん、はい。いってらっしゃい。